はいどうもひこまです。今回紹介するのはこちら、イニシャル D のエフェクトアクリルスタンド1です。全6種1個ね、結構重いです。車とね、あの擬音ですね、ギャーとか。本当はね、キャラクターのアクリルスタンドが欲しいんですけどね。とりあえずね、お試しで買ってみました。じゃあちょっと一つ開けてみます。ミニブックレットを見てみます。究極の豆腐屋ドリフト、限界バトル、火花散らすラインクロス、見せろ匠のスーパードリフト、天才 VS 鉄人、空中戦、この6種類です。セット内容は背景パーツ、本体パーツ、台座パーツ、あとボールチェーンです。これが究極バトルですね。後ろ姿です。86は2種類あります。前と後ろ、主人公が乗る車なんでね、特別ですね。こんな感じです。今でもイニシャル D のグッズが出るってすごいですね。ここに透明なフィルムが剥がれてるんですけど、これ剥がしていいのかな。もうちょっとこのままにしておきましょう。これが背景パーツです。キャー、あ、これとこれ同じなんですね。だこれが飛び出してる感じです。では台座にはめてみます。まずは背景、透明なフィルムが貼ってあるんですね。アクリルってね、すぐ傷がついちゃうんでね、まあ、見た目的にそんな変わらないんで剥がさずにいっちゃいます。台座パーツをはめて、そんでもって車です。これボールチェーンいらないっすよね。これぶら下げてね、どっかバッグにつけるとかではないですよね。なくしたらショックですし、アクリルスタンド単体だけで良かったと思います。こんな感じです。イニシャル D ファンにはたまらない一品だと思います。では2個目です。じゃあ2個目もちょっと86見てみましょう。これが限界バトルですね。ちなみにさっきのは天才 VS 鉄人です。ドワードワー、結構ね立体になってる感じがあります。いろんなところにボールチェーンつけれるんですね。だからぶら下げる場合はこれ単体でぶら下げるんですね、おそらく。では次です。次は究極の豆腐屋ドリフト、これですね。FD3S です。すげえ、86が迫ってます。こんな感じです。車体がね、手前に来てる感じがいいです。次は見せろ匠のスーパードリフト。タイトルはね、見せろ匠のスーパードリフトなんですけど、車はシルエティです。ちょっとタイトルがずれてる感じがしますけど、乗ってるのはさゆきとまこです。行くわよまこって感じですね。ギャー、こんな感じです。そんでもってこちらは2台がバトルってます。空中戦です。空中戦は日光でしたっけ？日光かな？地元橋ですよね、これね。それぞれね、こうエピソードのね、解説があればいいんですけどね、特に書いてないです。日光のね、いろは坂入る前にこういう鉄橋があるんですよね。こんな感じです。こわー。そんでもって最後です。最後は火花散らすラインクロスです。インかアウトか。こちらは凌介の RX7 です。こ
こんな感じになります。こわー。というわけで全種出揃いました。本当はね、どれか好きなの買いたいですよね。まあガチャガチャなのでね、好きなの選べないのが残念ですけどね。私的にはね、もうまとめて買った方が手っ取り早いと思います。飾っておくにはね、場所も取らないし、とてもいいと思います。つやーこわーぎゃー。そんなわけでイニシャル D のエフェクトアクリルスタンドでした。次回はキャラクターのアクリルスタンドがいいな。